したいと思います。お願いします。はい、じゃあ三竹蘭役さくらえねです。よろしくお願いします。はい、そして皆様こんにちは、上原ひまり役の加藤えみりです。よろしくお願いします。はい、若宮イブ役の畑沙和子です。よろしくお願いいたします。吉田優里です。よろしくお願いします。はい、ということで本日はこのメンバーでお送りしたいと思います。それじゃあ椅子もあることですし座りましょうか。はい、座りましょう。なんかケーキ置きっぱなしでなんか申し訳ないですね。ね、すごいな、美味しそう。普通ケーキの上にパンが乗ってるの初めて見ました。食べようとしていました。どうぞ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 、座りましょうね。よいしょ。それではですね、会場の皆さんはもう全員がね、誰がどのキャラクターを演じて、でキャラクターはどんな子なのかっていうのを知ってる方も多いと思うんですけれども、それぞれのキャラクターの紹介を改めてしていきたいなと思います。まずは私演じるモカちゃん。はい、はい、画面に出ているのはですね、追憶のスカーレットスカイガチャの時に登場した星4のモカですね。私のところにも最近来ました。いや、これいいですよね。すごい癒される2人というか、こうランちゃんがね、ランちゃんが頬をねあがらめてるところが最高なんですけれども、いや自分のキャラクター紹介でしたね。モカちゃんはですね、興味のないことにはもう本当に興味がないんですけれども、興味があることだったり大切にしたい仲間だったり音楽のことに対してはすごく一生懸命になれる。そしてパンが大好きで、ポイントカードを集めるのも大好きで、バンドの中でも結構なんか謎のキャラクターですよね。ああ、そうか。もうなんか喋り方とかも、はい、まあ、これは多分三沢さんのさじ加減だと思うんですけど、はい、結構台本を読んでる印象よりもさらにまったり喋ってるっていうか、そうだね、時間がかかるみたいな。そうなんですよ。最初のクラフトエッグとかも、あ、長いですって何回も言われたVCもが長いですって何回も言われた思い出がありますね。なんか収録の時もさ、はい、こう全員アフターグロー一同みたいなのあるじゃない、はい、ありますね、はいとかっていう尺がモカだけやっぱちょっと一人だけ始め長かったりとかで、これに合わせるのかみたいなこともある。申し訳ありません、申し訳ございませんその説は今後ともよろしくお願いします。でも私モカがすごく好きで、はい、ありがとうございます。そう、なんかもともと結構ビジュアルが好みだっていうのもあるんですけど、うん、はい、なんか本当にまっすぐにランを思ってくれて、うん、照れたりとか、すごい大切ですもんね、うん、なんかすごいこう親友っていう感じがあざとくなく出てて、うんうん、そうですね、いいんですよね。もうすごい思ってるし、ランちゃんもモカのことをこう大切に特別に思ってるけど、いや別にみたいな、普段は言ってくれないけど伝わってるんです、モカには。そう、なんか背中を預け合ってる感じがすごいいいなと思って、ね、うんうんうん、すごい好きですね。はい、モカちゃんはね、そんな感じのキャラクターなんですけれども。